ジョホール・ダルル・タクジム FC は、マレーシア・ジョホール州ジョホールバルをホームタウンとする、マレーシアプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ。ジョホール・ダルル・タクジム FC は1972年に創立した。略字表記の JDT とも呼称される。ホームタウンは、ジョホール州ジョホールバルである。 東南アジア屈指のお金持ちクラブで、現在マレーシアスーパーリーグに参加している多くのクラブと異なり、ジョホール州のサッカー協会が結成に関わったクラブではなく、ジョホール州の経済開発庁体育局により、パーバドノン・ケマジュアニ・エコノミ・ヌゲリ・ジャホル FC として1972年に創設された。2012年12月、ダルル・タクジム FC へとクラブ名称が変更になる。 ことが明らかになった。通称ジョホールサザンタイガースとしても知られている。AFC チャンピオンズリーグの前身であるアジアクラブ選手権には1996の97シーズンに参戦しており、2回戦で横浜マリノスと対戦している。ジョホール FA からクラブ名をジョホールダルルタクジム FC へ変更した。2015年 AFC カップ2015決勝でイスティクロルに 1>, 1から0で勝利し、初優勝を果たした。1967年のアジアクラブ選手権1967でセランゴールが、マレーシア勢として、初めて国際大会の決勝に進出したが、ハポエルテルアビブに敗れているため、マレーシア勢として、初の国際タイトル獲得となる。4月25日、日本プロサッカーリーグ所属の北海道コンサドーレ。 札幌とクラブ間提携パートナーシップを締結したことを発表した。マレーシアスーパーリーグでは3連覇を達成した。AFC チャンピオンズリーグの本戦をかけて予選2回戦から出場した。1月31日、AFC チャンピオンズリーグ2017の予選2回戦アウェーでタイのバンコクユナイテッドと戦い1から1で勝利した。2月7日には、 AFC チャンピオンズリーグ二千十七のプレーオフラウンドで本戦出場をかけてアウェーで日本の段は大阪と戦うも三から零で敗れた。二千十九年 AFC チャンピオンズリーグでは本戦から出場し、クラブ史上初の本戦初出場を果たした。グループリーグでは第五節で前回優勝の鹿島アントラーズにホームで一から零で勝利し、大会初勝利を挙げたが、 一勝一分四敗のグループ再開に終わり、グループリーグ敗退となった。2020年 AFC チャンピオンズリーグでは、2年連続で本戦から出場し、グループリーグ第2節終了時点で一勝一敗の勝ち点3となっていたが、新型コロナウイルス感染拡大による影響で開催延期となり、11月より集中開催の地カタールに渡航予定だったが、マレーシア政府より、 渡航許可が降りず、AFC より大会参加自体扱いとされ、すでに消化しているグループリーグ2試合の結果も無効となった。タンスリだとハジハサンユーヌススタジアム。ありがとうございます。